します。
し。
Thank you.
試合の動画最後までご視聴いただきありがとうございました。今日はですね、静岡県で最も影響力のあるテニスの YouTuber たくまくんに、と一緒に練習させていただいて、今ゲームをさせてもらったんですけれども、ちょっと僕ら20歳ぐらい年の差があるんですけれども、まあこうやっておじさんの相手をしてくれて、練習ゲームやってくれて非常にありがたいんですけれども、ちょっと最後にですね、こんなおじさんプレイヤーに対してやってみて、こうここが良かった、ここはもうちょっとこうした方がいいんじゃないかみたいなのがあれば、ちょっと一言お願いします。はい、ちょっと負けてる身でこんなこと言うのはあれなんですけどやっぱいいポイントとしては、やっぱりこうゲーム全体の組み立てというか、なんていうか 4-4-5-5 のとことかでしっかりこうしのいでくるところだったりだとか、あとはこう組み立てが今回やっぱり僕ら似たプレイスタイルだったと思うんですけど、その中で引き出しがやっぱりこう浜松おじさんテニスチャンネルさんの方が多かったかなという印象で、やっぱこう40オールとか30オールとかのちょっと大事なポイントでスライスでチップインチャージしてみたりだとか、逆にこうこれまでクロスクロスでずっとつないでたボールをいきなりストレートに、まあ、厳しいボールではないんですけど、流してちょっとこう体勢を崩したりだとか、そういう組み立ての点がやっぱり僕もすごい参考にしなきゃなと思って、やっぱそこが強いなと思いました。ありがとうございます。非常に僕らみたいな年代のプレイヤーからするともう本当に見えないぐらい速い球が飛んできたりするんですけれども、なんとかねこう僕も スライスでしこってしこってみたいな展開もあったので、ぜひね、同じぐらいの年代の方、キャリアの方の参考になれば嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。たくまくんのチャンネルを概要欄に貼っておきますのでね、ぜひ、ご覧になってください。よろしくお願いします。お願いします。